こんばんは。こんばんは。みなさん、ちょいとお久しぶりです。ちょいとお久しぶりです。ご心配おかけしました。ありがとう。いろいろ心配してくれてありがとうございます皆さん。 X も見てました。ありがとうみんな、ありがとうございます。ちょっとね、詳しいことは伝えれないんですけども、これからもよろしくお願いします。でね、おとといからもう配信ができてなかったので、改めて放課後音楽祭、第1回放課後音楽祭もありがとうございました皆さん。今日のね配信もありがとうございました。放課後音楽祭見てくださった方ありがとう。その現場にね見に来てくださった方も、あの配信でね見守ってくださった方もありがとうございます。でね、今日の配信は徹底討論ということでみんなでメガネでやりました。15分で配信終わるので、12分ぐらいになったら教えてください。男女見ます。みんなギフトありがとうございます。メガネ似合ってた？本当ですか？見に行ってくれてありがとう。いいとも知ってた。でも初めは分かんなかった。初めは分かんなくて、何のぶりだろうと思ったらいいとも。でもね、あの本当に放課音楽祭も第一回にしてはいいスタートを切れたんじゃないかなと思います。ちょっとね、喉の調子が悪かったんですけど、よかった。ソロのね、最後の雨も無事に歌えました。でも後半になるにつれて放課後音楽祭も結構みんな笑顔、こう緊張もほぐれてきて笑顔になってよかった。え、そうなんですよ、ホマーソンさんのボーカルの方が同じリオさんっていう名前で、そうなんですよ。コンタクトは持ってるけど疲れるから使ってない。使う、でも最近そのせいで忘れてた。で今日の配信はそのハヤトさんとオンラインで4人で徹底討論みたいな感じで話したんですけど、すごい
で、あのメガネは普通にスタッフさんが用意してくださったメガネで、広告の出品、出稿、出すお金、何万円広告費にかけるか決まったので、広告を出ていて、メガネ似合う？嬉しい。みんなギフトありがとう、たくさん。そう。ね、あの値段と思ってますよ。思った広告なんか百回ぐらいかなと思ったら8万回らしいよ。でもさん、コマリ、ありがとう。たすみやまさん、ちょっとね、この後もね、大事なあることがあるので、ちょっと15分で終わっちゃうんですけど、ハヤトさんが言ってた、メガネリオツに告白 YouTube にアナリティクス知れて面白かった。なんかあれいいね、あれ役クロみたいなって思った。スリダンさん、おまけありがとう。やっぱ見たら分かることあるから、無理せずできる範囲でありがとうございます。市町村がどれだけなのか、リオのそばに来ましたってありがとう。みんなギフトもたくさんありがとうございます。メガネかけるとできる人、本当ですか？思った、ね、脱力タイムズ、エリオ脱力タイムズね、よく見るんですよ、たまに。大事、お願いします。マジの脱菌部員さん、ありがとう。オキチャンネルさんもアナリティクスにしてもらえる、皆さん、あの、改めてチャンネル登録よろしくお願いします。今ね、もう4200人、始める前が4150ぐらいだったんですけど、終わったら50人すぐ増えてました。嬉しい。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。メガネ好きすぎて嬉しい。カレパさん、かわいい、ありがとう。年効果がある。リオツンからメールとかなくて寂しかった。寂しかった、ごめんね、心配かけて。そうそう、課題が見えてくる。昇格してほしいからすぐ登録ありがとうございます。ありがとう。メルスメルさん、ありがとう。そうですね、詳しいことはメールに送ってるので、その体調の面とかはメールで送っているので、ぜひ見てください。そのさっき登録した、嬉しい、ありがとうございます。周りの人が、え、何出る何出るみたいな、何やっとんみたいな感じで見に来てくれたのかなと思った。でもなんか YouTube 見るよりはショートの方が、まあ、手っ取り早いというかパッと見れるから、未定層の年齢層が増えたのかなと思った。お大根お疲れ、ありがとう。つむさんファイト、ありがとう。山さんかわいい、ありがとう。ゆしりやさんハート、ありがとう。山さん結婚して、ありがとう。やだ、ありがとう。そうですね。リオちゃん可愛い、嬉しい。ゴール昇格。今日は水玉のつなぎ。りょうちゃんの提案いいと思ったよ、手作りのチラシ作るやつ。え、そうなんですよ、面白いなと思って。やっぱりさ、通りすがりの人ってこう立ち止まって聞いて、多分そのまま歩いていく人が多いと思うから、そこで引き止めるためにもチラシとかパンフレットとか作るのいいかなって思います。癒し系な顔リオ初めて言われたんだけど、癒し系な顔。そう、しかもなんて言うんだろう、
2.5 期4人でこう考えてこう書いたら楽しそうだし、手書きの方がさ、こうなんて言うんだろう、ぬくもりがあっていいじゃないですか。だから手書き良さそう。その書く配信とかも、書いてる様子とかも配信したりとかショート動画にしたら結構いいんじゃないかなって思いました。え、そうだから QR コードももちろん、なんかそういう情報とかも書いたチラシとかがいいんかなと思います。わかんないけど、はっきり言ったらないけど、でもその広島駅だったりとか移動する人が多いじゃないですか。だからその移動の途中で見れるようにチラシとかパンフレットがあれば全然違う気がします。一発撮りしてみたとか、歌ってみたとか、そっち系のがいいかな。いい。12月10日の福岡追加して、え、嬉しい、ありがとうございます。え、皆さんちょっとね、リオが体調崩してる間にお話し会の第3再販が始まりまして、ぜひお話し会もお待ちしてます。そう、お菓子ありがとう。え、今日さ、お好み焼き食べたい。なんかその放課後音楽祭の画面、大きい画面にQR コードは出てるんですけど、その QR コードを読み取ろうって思う人はなかなかいないんじゃないかなと思うから、その手元にそういうチラシとかパンフレットがあれば多分読み取りやすいと思う。あ、12分経った？ OK、 ありがとう、教えてくれて。壇上読みます。13位、小さな子のメロディーさん、ありがとうございます。12位、KHK さん、ありがとうございます。11位、あやさん、ありがとうございます。10位、すずかさん、ありがとうございます。9位、しゃがらぴーさん、ありがとうございます。8位、ビリさん、ありがとうございます。7位、らくらくさん、ありがとうございます。今から歌うにして俺の思い浮かべる。5位、6位、ホリちゃんさん、ありがとうございます。5位、昔から老人さん、ありがとうございます。スクショタイムします。4位、タチッテツヤさん、ありがとうございます。3位、ゆずきちさん、ありがとうございます。2位、まさたかさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バン、テイクストックさん、ありがとうございます。イエーイイエーイ。ありがとうございます。みんなありがとうございました。ちょっとね、久しぶりの配信だったし、今日も久しぶりのメールだったんですけど、みんなありがとうございます。これからもリオなりにしっかりと頑張っていきますので、リオのことを見ててください。見守ってね、リオのこと。明日は今のところ夜配信なんですけど、ちょっとまだ決まってはないのでよろしくお願いします。それではバイバーイ、お疲れ様。あと、リオツンブログ多分載ったのかな、どうだろう。ぜひ見てください、リオツンブログ。今日木曜日なのでリオツンブログ見てください。と、皆さんお話し会もお待ちしてます。それではバイバーイ、ありがとうございました。テロップまだだね。出た。バイバーイ。
ありがとうございました。リュウツに今出たってことはしばらく出てないな。もう一回始める。終わっちゃった。もう一回始まったらやばいか。